どうも、サオです。今回はいよいよ、最終回ですね、はい、ジャニーズジュニアチャンネル卒業旅行ということで9人だけで七沢温泉の旅館に行きたいと思います。イエーイ、旅館。本当に車の運転もその僕たちで今回は初めて、ね、マジンガーデッドやらせていただくということでじゃあ僕運転します。ダメだダメだ。免許は持っていますか？ないないない道長いですよ。寝ちゃう人とか出てくるんじゃない？あ、今なんね、寝ちゃう人とか出てきちゃうよ。確かに長いとさ、やっぱ何人か寝ちゃうみたいな。あー確かにね。でもね、なんか今回一つだけこう旅の間のルールがあるんですよ。初日の出企画のリベンジとして、はい、旅行中に寝るのは一切禁止です。え、もうそれが一番きついやん。それはさ、はい、それこそさ、旅館に来たらなんかまず一睡しときたいみたいな。あー、ありますよ。でも贅沢だよな。ちなみに寝たらどうなっちゃうの？どうやる？死ぬ。行かれてんのか。重い重い重い。横やめよう。いや、命がけてる。レビューしたいもん。怖い怖い。だから寝なきゃいいんですよ、皆さん。面白い。だからこれ命かけて楽しもう。生きてたかったら起きとけってこと。そう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 。まあだからもう早速行きたいじゃないですか。運転手をね決めたいんですけど、じゃあ誰？お。お。お願いします。運転手はね、岩本さんにね、やっていただきたい。イエーイ。いや、だからファンの方々も見たいんじゃないかなと思って。やばくね。うん、それでは早速行こう。助かり。出発進行。え、かっこいいやつ。オッケー。すごいね。レッツゴー。お願いします。レッツゴー。トーキー。すごいね、みんな。みんなこのままリハするから。いや、行こう。しないよ。そうだ、結構まだなんか運転荒いなとか、止まるブレーキがちょっと雑ですよとか、なんかある？いや、全くないっす。全然心地よくてかっこいい。心地よくてかっこいい。すぐ寝れそうだわ。いや、本当に寝れちゃう。これね、でも眠たいもん。はい。いいですか、深澤さん。え、何ですか？寝たら死ぬからね。みんな眠そうですよ。ダメだよ、寝たら。デスドライブの始まりだ。寝たら寝れますよ。で、一番最初にあの海老名のサービスエリアに行くんですけど。海老名寄るんだ。寄りますよ。でもまあちょっと普通に行って何か買って食べるっていうのはちょっとありきたりなので、あの企画を今回用意しました。出たよ。出たよ。はい、はい、何題して、はい、体内時計選手権。いやー、よいしょ。何の時計ですか？これはね、こうみんなは、まあ、運転手さんは覗きますね。はい、覗いてフリートークをしていきます。運転手さんの覚え。いや、運転手さんって書いてあるから、ついさ、体感で10分経ったと思ったら、はいと挙手してください。で、一番ズレが少なかった人が、まず1抜けです。抜けた人は、サービスエリアで、好きなものを買って食べれます。なるほどね。だからあ、じゃあ3回やったら3人抜けるから、とあと運転手さんは今回は運転してくれてるから、感謝を込めてそこは脳幹です。やっぱ運転してるんで。あと、あの MC をしてる人は無条件でゴチになれると。違う違う違う、またじゃん。特別ルール作るの。そうなの？違う違う違う、だからしょうがない、書いてあんだもん。いや、参加しようよ。ルール変更。フッカも参加できるじゃん。ルール変更。でもフッカが MC って決まってないよ、まだ。そうだよ。今、フッカが MC ぶってるだけだから。あれあれ、そうだ、そう、勝手にその位置取ってるだけだから。まだ決まってないから。そうして、こうしようよ。1回目はフッカさんがやって、2回目変えていったらええやん。あ、じゃあ俺も参加しますよ、ちゃんと。トークテーマとして、なんかジャニーズのあるあるエピソードトークみたいなのを、はい、こう喋っていって。あれ、あんまりねえへん、それ。いや、なんでもいいっすよ。そう、なんか学系高速をぶん回す岩本光。高速入るよ。ぶん回すって合流。みんな協力して。おぉー、結構高速バックルがいるから。はい、皆さん合流しますよ。見てください。この城じゃん、この城じゃん。この城行きます。頼むぞ、頼むぞ、入れてくれ。はい、行こう、行こう、行こう。始まった？はい。やば。ジャニーズに入って一番最初に着るもの、うん、黒のタンクトップ。まあ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 。絶対だよね。ド定番で言うと、ド定番。裏ではタッキーって言ってるけど、ちゃんと見たら滝沢くんって言うとか。それはフッカや。でも二人今日は私服合わせてきてますか？今日はですね、たまたまですね。確かに。なんかマジでペアルックでカレカノ感やばい。やばいっしょ。ちょっと待ってね、どっちが真似したの？俺が先に買った。ヒカルがパクった。俺が先に買った。でも今ヒカル
がパクったって言ったフックの方が早かったよ、うん、ってことはヒカルがパクったって俺が先に買ったいや分からんなこれ、でもこうなんか私服が被るっていうのもあるあるなのかな、ね、あ、俺あるある出たぜ誰誰じゃんオーディションの写真あ鳥写りがちはいどういうことですか鳥写りがちという意味ペットの鳥ペットの鳥を肩に置いてたりとか鳥写りがちえ？え？共感ない全くできない共感ゼロだ全くできなかった結構あるあるやん鳥写りがちラウはラウ僕ね、うん、あのオーディションの写真今持ってるええなんで昨日見つけたあーど、結構ブス本当にマジうわめっちゃ可愛いえ嘘でしょええ待って女の子じゃん俺これでジャニーズ受かったでもさあんま変わらんくらいまあ確かにだあんま変わらんくらい可愛い可愛いその時間がさ、うん、何立ったらどうすればいいの手上げるはいっつって手上げるえ待ってもうもしかしたらいや俺はまだいやまだだと思うな手上げるはい、はい、出した上げた手入りました勇者だ勇者要は10分に一番近かったやつが勝ちだからあそうはい佐久間おお佐久間行った俺そろそろ行こうかなあっコジがそろそろだって佐久間小沢さんやはいコジ行ったはい結果発表どうしようかな10分って微妙だよね分かんないよねいや俺もうちょいもうちょい耐える俺ももうちょいは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 いなるほど、ね、あれはあれ衣装着た時に誰を誰の衣装かなってあ見るあ見るそれはあるそうここに先輩の名前があるから、はい、それは見るわ確かにはい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 ラウール10分あれふかさん反応するはい終わりええラウール来た10分1秒すごいじゃん俺めっちゃ惜しいじゃんそうだからメメが15秒あが9分45秒あじゃあ次ラウルが時計見てくるあそうだそうそうそうで別にもうあるあるじゃなくていいよ何でもいいよじゃあ話してれば数えられないから用意スターティンスターティンあれ本物いた一応ヒントなんですけどヒントちょうだいヒントちょうだい今5秒経ちました5秒かやろうね5秒ぐらいだったら分かる時間って過ぎるの早いなで、てかさ、はい、最近あなんかどっか出かけた人いる遠で車乗ってとかいや全くないないっすよねこれない遠ではないな遠ではないあれ工事車乗るんだっけ普通に俺は昨日も乗ったよなんかさ俺が電話した時工事車運転してるあそうそう伊達さんがね電話してくる時大体運転してるねあそうなんだ、うん、ね光が久々なの運転俺毎日運転してるよこの時間を使ってこれヤンモー君これやっぱあの YouTube として覚えてもらう確かにね例えばライブ中に手上げてみたいな日本語だったらねそうそうで英語やったら部長ヘンザップうん部長ヘンザップ俺がやってるのはタイ語バージョンタイ語バージョン OK トコーンイエーイヤンモー君はい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 はえ嘘違う二人で行くってなったらさ、うん、まあ、フッカー免許持ってないから俺が運転するわけ自然的にねそうそう俺絶対寝ないって言ってフッカーね優しい優しい優しい開始30分爆睡おいしかもさ曲流しててさ俺がしたらさ「いやこの曲やめてくんない」みたいな別の曲にしてほしいなんでなんで自分が寝やすい曲に変えて寝たの知ってる運転手にとってバラード一番眠なんで最悪だよそうもっとアゲアゲな曲かけないじゃじゃじゃあとはい10分おいあいやいやいいねいや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 いいとこ行ったかもしれん一人がさ「はい」って言うとさあれ近いのかもっていう錯覚緊張感増すよそういう心理がだから俺はその役をやってる今あめっちゃ偉くない士気を上げてるめっちゃ偉くない士気を上げるんじゃなくてこのゲームの士気を上げてるの俺もう食べれる食べれない関係ないこのゲームを最高に楽しもうそういうこといやでもね俺もうそろそろな気もすんだよないや分からないなはい渡辺OKです渡辺でもこのタイミングでラウがこういう反応ってことはまだまだなんだよどんぐらいだと思うんだよな
らいでも、でも体感としてはもう10分過ぎてんのよ、本当は俺終了ー、渡辺さんが優勝です。うわ、渡辺さん9分54秒すごっ。で、もう10分6秒超えたんで。なるほど。うわ、行ったよかった、今迷った。俺も迷った、だから誰から後に言えばよかった。うわー、やっぱそうやねん。次5分で行こうよ。次5分だから多分これがラストチャレンジです。行きますよ。じゃあ5分で、はい、スターティン。スターティン。いやもう喋ってんのが分かんなくなんだよな。いやそうなんだよ、なんで喋んだよみんな。いい企画思いつきました。何？一番好きな YouTube の回を言っていく。ああ、いいね。最終回っぽいね。ああ、いいね、いいね。なんだろうな、今までのね。じゃあふっかさんから。いいですか？じゃあ俺から。はい、ミスターお化け屋敷。正直。ああ、はい、やっぱあれも1回目から一番最後の小山さんのまあ成長ぶりと、こう2代目とね、新たに3代目が誕生するかもしれないというこの状況っていうのは、俺はなかなか見てて面白かった。今ミスター、初代ミスターお化け屋敷を運転してるわけじゃん。うん、そうっすね。このまま心霊スポットとか行かないの？怖いんだよ。行かないんだよ。行かないんだよ。いや、多分大丈夫。それはどうかな。なんか、俺はあれかな、佐久間がアニメとかで好きな場所を聖地巡礼していくみたいな。あー、面白かったね。あれ面白かった、超面白かったね。結構コアだしね。やっぱマニアにとっては嬉しいし、うちらも行けてよかったなって感じだったな。いろんな人の、なんか佐久間が喜んでる姿を見てもらえる。あー、そうだよね。え、すいません、もしかして俺以外でロケ行ってます？俺抜きで今俺のロケ行ってます。はい、佐久間。おい、あ、5分ってこと？あ、そういうことか。いや、俺もちょい。ラウは僕ね、9人になって初めての阿部ちゃん先生。あー、おもろかったね。あれ、まずこう、なんか俺ら3人が転入生みたいな感じで。はいはいはい。やばかった。懐かしい。で、その前に、なんかこう6人で、なんだっけ、嵐さんの。やってたやつ。あ、やってた。なんかこう、伊達さん発信でやって。あれがめちゃめちゃ面白かった。はい、もう一回。はい、はい、一緒だ、一緒だ、一緒だ。やめてよ。はい、おい、俺が言ったんだからやめてよ。そして宮舘。そして宮舘ですか？はい、はい、阿部、阿部、阿部、あ、光も。はい、同時ね。え、ってことはよ、え、全員言い終わったって。終わった。ってことは優勝岩本くんです。え、もう岩本さん無条件で。仕事は阿部ちゃんだ。よっしゃ、ありがとうございます。なんか嫌だな。違うな。もう1分だろ、1分。最後1分でやったら。1分だよ、最後1分。めっちゃむずいじゃないですか、俺が。1分36秒する？あ、1分36秒。あ、そうします、そうします。1分36秒。なんでそんな刻むの？じゃあ、いきますよ。よーい、スターティング。ちなみに、佐久間くん一番好きな回なんすか？あれは？ユネッサンさん、ユネッサンス。ユネッサンスじゃねえんだよ。ユネッサンね。ユネッサンスじゃねえんだよ。ユネッサン。ユネッサンマジヤバかった。あれはいい思い出やんな。まあ確かに。はい、オッケーです。俺まだやわ。1分36秒でしょ。そう、1分36秒。オッケーです。あ、でもちょうどだね。本当いい感じじゃない？俺あの P の横で言おう。渡辺、はい。1分13ぐらいだったな、今。え、いや俺結構喋ったと思うよ。佐久間！はい。はい、向井！はい。電車の方がいいんじゃない？宮舘。はい。空いてるね。阿部！はい。何やるから？目黒、目黒、目黒、目黒。はい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 、めめ、あめめっちゃキモかったよ。あめ、あめ全員言った？あ、じゃあめめだ。え、1分27秒。やばいんだ。てことは今で食えるのはヒカル、ラウ、翔太、阿部ちゃん、めめが食えます。イエーイ、やった。はいはい、おすすめはこちらの肉巻きおにぎりなんですけど、まあでもまだありますね。はい、あっ、うわっ。セクションごとに毎回じゃんけんしたら面白い。どうしよう。まずこのセクション食べたい人誰かいるか。俺食べたい。まあ俺もここの肉巻きおにぎり。じゃあ、はい、頼んでください。はい、すいません。最初はグーじゃんけんぽい。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。しゃあ、このセクション何ですか？どうです。いや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 。はい、ありがとうございます。どうす。どうす。
あ、もう早速ゲットしてる、二人は。うわ、うまそう。これは、こういうのは、気持ち的にはマジでいいんだよ。うまいんだ、多分。うわっ、こうやって来るのがうまいんだ。え、待って、何つけて。え、何それ。え、あ、そしたらチーズ肉巻き。うわっ、いただきます。いっちゃって。うわっ、ふざけてる。うまそう。ふざけてる。いいね。さっき買ったしようかな。時間当てで勝ったとかよくわかんないけど。じゃあ俺もいただきます。いただきます。あー、うまっ。うわっ、カリッカリふわふわ、うん、ね、これ卵がいいね、卵が。じゃあこれ食べるしまず。じゃあ目黒いか。じゃあこっちのじゃんけん次。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。お兄さん、イカの姿焼き一本ください。いい匂いするわ。シビアだな。自分たちのお金っていうのがマジ盛り上がる。まあね。じゃあ、うわ、めっちゃ高いな。これいくらの？うわ、うわ、やばくないこの。湯気湯気。イカよりも俺を映してください。あそこのさ、タレの匂いやばいよこれ。いけ、もういけ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 。それどうかいけ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 。あー、イカ。うわー、豪華。どう、うまいか。いやいや、そんなギャリが。あっちがメインやから。わかるわかる。プリプリの方やろ。うわ、うわ、歯めっちゃ白い。どう、うわっ、うまいか。うまいか。やばい。まあ、いつも俺見る。タコスドッグ食べたい。タコスドッグ、はい、でタコスドッグ2つ。あれが2つ目だぞ。一本をシェアすればいいんじゃないの。すいません、タコスドッグ2個ください。いただきます。え、なんかパリパリなんだけど、外に。いただきます。はい、ショッピーが食べる。うわそれや、毎回それや。かわいい。なんか今日バブル、なんか今日かわいい。かわいいかわいい。外側の生地甘い。うん、なんか一人いなくない。誰がいない、誰がいない。生き物ですか。俺これチーズドッグ。チーズドッグ食べた。最初は最初はシャー。じゃけっぽい。最初はグー、じゃけっぽい。はい、チーズドッグ2本ください。ほら、いただきます。ああ、ありがとうございます。おう、食え食え。ありがとうございます。おう、いいぞ。領収書生産できます。今日は無理。めっちゃガチやん。あ、いいね。ガチやん。俺食べたことないんだよね。おお、え、待って、CM 見た。どう、おいしい。じゃあ、ラウルも食べて。うま。うわ、うわ、どう、うまいだろ。うどう、うまいか。サクマ食べたそうにしてない。食べます。食べたそうにしてない。サクマいいよ。やろう。ラウルあげなよ。あ、いいや。だよって。あー、食べ。あ、負けるな、負けんな、負けんな、負けんな。負けんな、お前顔で負けんな、負けんな。もう少しだったのに。あ、じゃあ次逆の男にしようよ。勝った人が、そうしよう。男に思ってあげられる。最初はグー、じゃけん、ぽい。どうぞ。いいの、豚手。豚手さん、ハラミ。厚切り豚タン塩。塩。イエーイ。ありがとうございます。いただきます。うわいい反応。かわいい。チーム分かっても。いただきます。まずね、香りがいいのよ。磯の香りが。うわっ、うまっ。うまっ。俺のタンも食べてほしい。何タンも食べてほしい。俺のタンってね。おいしい、やばい。ありがとうございました。めちゃめちゃうまい。ごちそうさまです。じゃあ、お腹もいっぱいになったことですし、そうか、面白いことできるよね。バカしてください。それは食べがんばって。何、絶対嫌だ、絶対嫌だ。テンション高くこれからの天気予報やってる。絶対嫌だ、ここで。絶対嫌だ。いやいや、よいや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 。30分やろ。30分もかかんないと思うやろ。ね、お腹いっぱいで本当眠くなった。俺はお腹いっぱいやないけどな。あの、みんなあれだよ。何？さっ
最初にも言いましたけど、はい、絶対に寝ちゃダメだからね。はい、でも寝たら死ぬんでしょ。寝たら死ぬから、それはもう絶対だからな。寝らんねえな。あれあれあれ、ふっかさん、ふっかちょっと傾いてない、首が。もしかしてふっかさん死ぬ。寝るなよお前だよ。最後の YouTube だからいいんじゃない。確かに、あー、なんかそういう方が最後のジュニアチャンネル。ああ、てか俺らだって100本以上やってんでしょ。えっ、100本超えた。えそう、一番好きな YouTube 企画続編やりますよ。いいよいいよ。やらやら、100本超えたって余韻のくだりもういいの。え、阿部ちゃんは何が言ったの。お前仕方やん。 ラウルいなかったんだけど、うん、あのメメの、あー出た、あれ面白い。 あれな、天ぷら、うん、たまに見返すんだけど、うん、見返した時のやっぱ俺の、うん、なんか立ちたい時間とか。いや分かる、確かに可愛いよね。なんかすごい初々しかったよ。そうそう、なんかあの頃のまだこの関係性が、うん、あの頃の関係性が見れて、うん、今でもなんか見てると楽しいよ。コウジ君さ、好きな YouTube 何？何それ、あいつこれめっちゃ来たじゃん。俺うん、あ、チンジャオロースとか作ったね、だって様あれはね、結構ね、味うまかったよ。結構ってやめる。え、やっぱおかんの味が一番やから。あ、俺はね、そこには勝てないよ。でもそれを声かけたのは事実。声かけたの。あ、さ、俺出てないんだけどさ、うん、あの佐久間くんがさ、遅刻したかやって。あれめっちゃ好き。あれさ、見ててさ、うん、遅刻がシンプルに面白かった。めちゃめちゃ面白かった。だって顔死んでたもんね。顔がさ、来た時のなんか小走りの感じとか超キモい。もう全員がもうそのなんかゆるキャラよりお前が一番ゆるい。あのツッコミは分かる。いけるいけるいける、大丈夫大丈夫。おい、誰だと思ってんだよ。ここが誰だ。もう何取らないでください。見てください、やめてください。プライベートなんですよ。取ってくださいよ。取ってください。取ってくださいよ。プライベートじゃないんです。仕事ですよ。聞いてめっちゃね、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。おお。すごい。すげえじゃんここ。やだ、マジ。俺たち来るから駅だるまある。いやいや、マジ。違うよ。でもすごい。見て。見てこのスリッパの数。入り口からものすごい関係だ。最後は手と足。はい。手と足入っちゃう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。お願いします。お願いします。これわさびは匂った。いい匂い。いい匂いや。え、待って待って、どこどこ、これどういう。一名じゃん。いいですか。何ですか。もう。うわ、待ってやばい。絶対なめ。お邪魔します。お邪魔します。これダメよ。いや、ね、天国地獄あるわ。寝かせに来てるよね。布団天国地獄。シュルさんが寝かせに来てる。やばいって。はい、ここはい、ここお前こわーっ怖い。はい、ほら皆さん聞いて、はい、これから皆さんお風呂に行かれて、男風呂の中でね、牛風呂と露天風呂を描いてます。露天風呂ありました、ありました。やばい、大好き。自然の中に満喫。それは源泉かけ流しですか。源泉です。温泉ですね。源泉かけ流し。源泉かけ流し。源泉かけ流し。シャワーもね、温泉なので。もうトロトロなので、あのシャワーやってね、シャワーとかね、落ちるとか。え、お父さんも入ってます。入ってます、入ってます。待ってください。もう肌がツルツル。待ってください。待ってください。待ってください。今気持ちが溢れてる。溢れちゃってる。トロトロなるでって言ったら。イエーイ。あれ、佐久間さんまたもしかして寝ようとしますか。なわけないじゃん。俺寝ると思う。こう見えて今年は大丈夫ですか。当たり前じゃん。俺同じ鉄は二度踏まないから。はい、おいつもだったら嫌がるけど今日はいいかな。あ、気持ち悪い。余計気持ち悪い。え、シャッピーなんか嫌だ。最悪。気持ち悪い。ねえ、みんな見てるんだよ。やめなよそういうの。あ、ほらみんな。ビッグダディみたいな。やばい、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 やばい。俺と母ちゃんはやるぞ。俺デビソンって言ってくれたから。もっとやろう。やれ、もっと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 やれ、もっともっとやれ、もっと。
初めて友達を殴ってしまった。はい、配るよ。はい、待ってて。え、めちゃめちゃすごい。すごい。歌舞伎始まりそうな顔だから。本当だ。ザブ。うわいいわ。いや、でも、お湯からみんな、キンキンキンみたいな。やばい。すげえ、スルスルスル。ドロッドロ。スルスルスル。あ、本当だ。スルスルスル。初めて聞いたよ、スルスル。やばいですよ、これ。うわ、気持ちいい。うわ、超気持ちいいわ。これはやばい。前と一緒やん、前と一緒やん。海坊主の登場です。海坊主気持ちいい。 YouTube 最高。なんか雨降ってんのもいいなみたいな。本当に気持ちいい。いやなんかちょっとデビュー前にちょっと綺麗に締めてありがとうございます。どうもさあね。今日は食事の前にボードゲームやります。佐久間さん、タイトルお願いします。はい、こちらのタイトルはテストプレイなんてしてないよという。何イントネーションか。じゃあ初めてやるな。初めてやるな。え、これちらね、ルールを阿部ちゃんが説明してくれます。なんで。じゃあまあ、ルールを説明します。はい、今から皆さんに2枚ずつカードを配っていきます。はい、2枚です。本当に。で、自分の番が来たら山札からもう1枚引いてください。はい、で、今3枚で3枚3枚3枚になりました。で、この3枚の中から1枚だけ選んでこのカードを使ってください。その使ったカードの効果は全部ここに書いてあります。例えば何選んでもいいの。3枚何選んでもいい。今、はい、私っていうカードがあります。はい、自分の前にこのカードを置き以下を大声で読み上げる。今後、私を意味する言葉を口にしたプレイヤーは即座に敗北する。つまり NG ワードとしてその俺とか言っちゃったらダメだよ。想像してたよね、結構ちゃんとしてる。この効果がもうずっと続く。だから例えばそう、俺とか言っちゃったらもうその人は脱落。自分は？え、自分は？これはこれはシャン。それ何？最後のその、じゃあこれは何？わそれは中国語の私だな。まあこんな感じで人をあの脱落させていって最後まで立っていた人の勝利。やってみよう。じゃあやってみよう。いや、めっちゃぶっ飛んでる。これめっちゃ面白い。よし、誰からやっていく。じゃあやっぱりそのボードゲームの申し子である佐久間さんから時計回りで行きますよ。こうでいきます。俺のターン。気合いだけは100点やで。今引いたやつを出すよ。はい、ハリセンボン。はい、自分のとこ出す。読んで読んで効果読んで。任意のプレイヤーの前にこのカードを置く。手番終了時にこのカードが自分の前に置かれていた場合、そのプレイヤーは無数の槍に刺されて敗北する。ちょっと待って、選んだ人からだから多分あれを取り除くカードが出てくる。なるほど。無事だ、このゲームチークス思ってた。お前外人車乗せない。やだ。本当だよ。やだ。それなんだこれは。マジでね、あの理解がぶっ飛んでんのよ、カードの効果が。何それ。せーのでじゃんけんをしろって書いてある。全員だよ。勝ち負けを決めるってこと。どっちが勝ちがいいよ。いや、とりあえずじゃんけんした方がいい。ゆっくりした話。最初はグー、じゃんけんぽい。で、どうすんだよ。パーを出したプレイヤーは敗北する。うわぁ。おい、このゲームで俺シュアで殺された。マジで。まだ一旦も俺手前に死ぬんだよ。なにこのゲーム。じゃあコウジ君。何やこのゲーム。出ろ。キバークな笑い。邪悪な。邪悪な笑い。キバーク。ジャックな笑い。感じ弱すぎない。もう自分の前にこのカードを置く。はい、他プレイヤーが敗北するたびに狂ったように笑い、カードを1枚もし勝利したらあなたは世界転覆の計画を始めれるかもしれません。何なの。マジで誰かが負けたら笑えない。ジャックな笑いをしなきゃいけない。笑えばいいんだよね。笑って1枚いく。
面白いね。ドラッグホール。ブラックホール。そう、すごい気になる。これも一緒です。2位のプレーの前に置いて、で手番終了時にこのカードが自分の前に置かれてた場合、そのプレイヤーはブラックホールに飲み込まれて、敗北する。あ、じゃあもう最初のラインに置いといた方がいいじゃないですか。え、これだって俺死んだし、メメの前に。うわ、え、なんか深さが見えたわ。俺最後の企画でなんかギクシャクしてんな。俺が今からみんなにプレゼントあげるから。え、嬉しい嬉しい。そのプレゼントをいるかいらないか。はい、まあ、でただ俺の本当にもう気持ちのこもった愛あるプレゼントだよ。わかりました。生きてる人、はい、生きてる人だけ、生きてる人だけ。はい、はい、じゃあいらるから。はい、そういるかいらないか。いらない。はい、タカさんいらない。いる、欲しい。おお、いいね。いらない。じゃじゃん、俺のプレゼント。コージにありますか。要はまあプレゼントいると答えた人は、死亡。で、よって俺はブラックホールに飲み込む。めっちゃ面白い。なんか意味わかんない。俺はコージと一緒に死んだってことね。もう一生は見たらないよ。残ってんのが無免許トリオ。無免許トリオ。無免許トリオ。今のはマラソンだけやん。はい、あ、ただじゃあとりあえずみんなさ、はい、じゃんけんや、じゃんけんしよう。またかせーの、最初はグー、じゃんけんぽい。チョキとグーとパー。伊達さん、はい、僕です。チョキを出したプレイヤーは敗北です。あと誰残ってんの。ルッカとラウル2人だよ。頂上決戦か、そういうことか。いや、もう決勝戦だよ。なんかわけも分からず。ポイント。え、ポイント、自分の前にこのカードを置き、8ポイント得る。15ポイント以上習得したプレイヤーは勝利する。だから俺もただ8ポイント。別のゲームしてない。このゲームポイントセーブ。はい、セーブした。ふっかさん、めちゃめちゃ眠い。ともに負けよ、みんな。翔太が眠そう。決まるぞ、これで決まるぞ。もうフェアルやばい。ふっかさん、一緒に幸せになりましょう。え、ゲームに残っているプレイヤーは勝利する。やったー。これ道徳的には正しい。何これ。あ、これすごいね、このカード。じゃあ、いただきますの挨拶して、していただきます。すごい。じゃあ普段のキレいいじゃん。普段これでやれよ。いただきます。いただきます。いただきます。ありがとう YouTube。 え、見てこれヤバくない。鍋。え、ちょっと待って、ヤバくね。もはや何から食べていいか分かんない。バチ当たんないよ。絶対なんかあるって。なんかこのなかったじゃん今まで。このままスムーズにしたら思えない。怖いね。ほんで食べていいの。何なの。もう早く食った方がいいよ。あ、うまっ。これ結局なんかこう自腹ですね。いや、最終的にスノーマン卒業しません。うわ、皆さんご飯来ました。ありがとうございます。うーわ、美味しそう。おかわりおっしゃってください。ってことは今日このお店から白米を食べますね。ありがとうございます。お鍋はイノシシ鍋でございます。イエーイ、大好き。イノシシってどう。ジビエ大好き。うまい。贅沢や。贅沢やばいね。うわっ。うわっ、うまこれ。翔太のリアクションがすごいピカイチだよ。リズムの違ったリアクションできた。うん。で、じゃあ今までの翔太が食べたファーストリアクションのやつを今ダイジェストで連続でうわっうわっうわっ。今流してる。うわっ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 。いやもう翔太さ、もう毎回殴られてるみたいな。で、それ流しました。いや、すごかったね。すげえな。でも今の感じだと絶対やってないんだ。やってよ。なんか俺気づいたんですけど、 YouTube で初めて食べるものが結構多かったんですよ。このイノシシっていうの初めて食べた。あ、じゃあちょっとちゃんとカメラに向かって。そうだよ。押さえて押さえて押さえて、カメラ。ジビエイノシシね。どうすか、肉の感じが。肉の感じが知りたいですね。普段食べてる。うん、どうすか。思ったよりね、臭みがないんで。おお、そうだね。あー、でも
ちょっと野生本能くすぐられるって一番いい。お兄さん、ご飯ください。了解。でも、あなたにもフリー。あんなにだ。マッスル。ちげえんだよ、前と一緒なんだよ、あいつのテンションが。兄さん、どれぐらいで。お任せします。了解。お前もずっとテンション高くて、あいつが寝るなんて誰も思わなかった。正直言っていいですかね。いや、見て、ラブルの目見て、ちょっとなんか眠そうな、うるうるしてる。お風呂あったかくて、でもなんだかんだこう一連の中で結構運動もまあちょいちょいして、ちょっとゲームして、そうそうそう、めっちゃ今満腹でマジでしょ。もうあとやることってなんだろうって、寝るしかねえ。そうなんだよ。寝るしかねえ、イゴール死ぬしかねえ。寝たら死ぬから。寝るって言って死ぬって。今日はね、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、なんかエロい。自分たちの更新されたやつを。おお、かっこいい。時は来た。ちょっと待って。はい、いえぇ、これ YouTube。 おへぇ、うん、かっこいいよ。お、飛び込んでんの映るな、これ絶対。あれ。あ、これだ。なんかさ、YouTube 見てるとこ YouTube に撮られてる。恥ずかしいんだけど。普段こんな盛り上がってる人もあるからちょっと恥ずかしい。控えよ。控えないんだよ。1回だけ。危なくなったらすぐ出てる。マジ1回だけ。でも絶対すぐに出てない。で、1回だけ入ってる。待って、1回だけ。うん。あ、終わった。やばいよ、これ布団っていう魔物だからね、こいつ。あれ、フッカ。え、待って、フッカいない。え、え、逃げた。はい、いや、違う、こいつ枕側と違う方向に頭をやって暗くしてる、自分でセルフで暗くしてる。まあ、あの、皆さん分かってると思いますけど、今日のテーマ何でしたっけ。寝たら死ぬ。壮大すぎる。今20時40分なので、ちゃんとみんな理解してるっていう。21時半。50分後？はい。えぐいて。ちょちょ、前回は20分後だったんですよ。50分耐えなきゃいけないの。まあ、皆さんで気持ちよく全員揃って最後お参りに行って卒業しましょう。行きたいよ、そんな。最高だよ、そんなの。おやすみ。必ずね。後でね。さあ、寝たら死ぬから。俺余裕なんで。俺もバイバイ。一年越しに成長した姿をね見せますよ。またね。待って、怖っ怖っ。いいな。これやばいぞ。うわ、これ寂しいやん。マジか。なんだよね。
ぱりさすがにね、うん、すごいよ。俺言っとくけどマジで頭の5分ぐらいしか寝てない。ちょっとなんかね、うん、トラがいたの。あれ待って、これちゃんと寝て。いやマジで起きた。でも半分して携帯見たら9時29分俺もでもシャー俺一瞬寝て23分前に起きて。あ、でも一応寝たんだ。一応寝た。でもちょっと20分前に起きようと思って寝て、今日エビかいてたから確認してた。確認してたから5分後ぐらいに死ぬほどいびきかいてる人いたんだけど誰だ。死ぬほどかいてたよ、いびき。いや、僕はもう初戦の覇者なんで負けるわけにはいかないなっていう。ああ、じゃあ虎がいたんの。ずっと誰かいびきしてんの。いや、俺はダッサーのいびきやと思ってた。いや、俺こうじゃと思ってた。俺いびきかいてたの。別に俺の方角はね。え、俺の方角は俺こうやって寝ててここら辺から聞こえた。いいです、俺こうじゃと思った。俺の方角は足の方から聞こえたからフックだと思った、うん、今7人行きましょう。ショーだって何で言うの。めちゃくちゃおもろいんだけど。いや、リアルに最初の5分10分しか寝てないんだよ。いや、てかね最初俺とラウルずっと起きてて、うん、一回目にあったの。ウケんだけど。ラウルそうそう、いや、喉やば。ラウルって一回余裕だぜみたいな。ああアイコンタクトしてんの。ああマジさんま。なんかほら、雨もやんだみたいです。すごいいいね、綺麗だ。これ、そのまま行ったらバンってなっちゃうから俺も気をつけて行った方がいい。じゃあ、さっきまで余裕だよ。これにも取れるよ。これにも取れるかな。いや、ね、最終回にしてね、すごいいい数、うん、残まあやっぱほら今年の始まりと同じ終わり方してるから。まあ確かにそうですよ。唯一違うのは人が違う。増えてる増えてるっていうね。ここはいつもずっと2連覇ですから。さすがです。ありがとうございます。でもあすごい人が増えてなんか嬉しい。もう謝らないって言うたもんなんかすごいみんなすがすがしい。なんかさ、なんか何か発生したのよ、うん、そうなんかアベンジャーズみたいな感じ。なんかこの冷たい空気もまたいい。ここはさ、もう己に打ち勝ったメンツだから確かに。じゃあ誰がいけるか。この光景出ちゃう。翔太2連チャンだよ、2連チャン。翔太また翔太おはようございます。おぉ、どうしたお前。おはようございます。これ誰っつってよ。俺そうだね。これ誰。俺だね。俺け。いや、何時もう一人、ラウルだ。ラウルと翔太が起きれませんでした。え、ガチガチ無防備。ほら見てみ、生まれた時と同じ体勢してるよ。じゃあほら起きて、皆さん一回起きて、一回起きて。じゃあ起きるよ、起きるよ。え、伊達さんは起きてるよ。なんでなんでって
なんでね。しゅしゅしゅ俺ね爆睡してる声が聞こえたのよ。トラがいたでしょ。確かに、ね、確かにトラいたしょこの辺に、はい、それ俺でしょ。はい、俺安心したの。起きてるよ近寄られてんじゃんやっぱこれも使わし、このユダレも粋で、はい、見てみこれ、ショッピーのこの顔見てこけしみたいな顔こけしみたいな顔してまあ、要はですよ、まあ、これちょっと僕たちジャニーズジュニアチャンネル卒業なんですけど、はい、まあ、今回もあの見事に、2人え、マジで一緒だったら、分かる分かる、もう全員寝てると思ってたからでも最初起きてたやろ、でも起きてた、起きてた、で、もうこっちからもいびき聞こえるし、向こうからもいびき聞こえるなと思って、ああ、うん、みんなやっちゃったんだな安心したんや。いや、もう正直ね、翔太は行くなと思ってた、うん、読めてたよ。いや、そう、そこはまあ、計算ないだろ。ああ、そしたら、もう一人連れのラウがなんかね、ご飯食べてる時、結構余裕ぶっこいてた。うわかんない、本当に寝てるやんだって。そう、この状況がもう考えられない。最終的には7人起きたんですよ。すごい成長で、成長でした。結果としてはすごく優秀なんじゃない。はい、成長しました。これで僕たち卒業なんですけど、まあどうでしたか、こう YouTube ね、振り返ってみて、スノーマン。なんかあれだよね、バラエティを鍛えられた気がする。まあ確かにそうかな、ね、YouTube ね、はい、なんかね、さ、要はネタってことはそれだけこう安心感こいつまだ今の話今の話安心感が強くなった。例えば多分ね、俺が初めてこう京都行った時、みんなと YouTube 撮ってた日、うん、寝れなかった、うん、あ、もしこういう曲だったらと思う。なるほどね。本当にこの YouTube 通して、うん、まあね、小学生とか、はいはいはい、ちっちゃい子たちも僕たちのことをこう覚えてくれたりとか、そういう、なんていうんですかね、何、窓口、はい、にもなってたし、なんか思い返してみると本当にいい思い出しかないなと思って。確かにね、なんかこれで絆も深まったんで、はい、本当になんかありがたい場所だったなって思います。はい、立ち上げからこう、スノーマンらしさというものを、はい、なんか感じ出たかな、提供できたかなと思いますし、皆さんにね、はい、あとやっぱりスタッフさんとこうコミュニケーションを取りながら、よりこうジャニーズのチャンネル、ジャニーズジュニアのチャンネルの中で面白さをどう追求していったらいいのかとか、いろんな試行錯誤をさせてもらったので、これを経て多分一個そのこの9人の強みが増えたのかなと。確かにそう思います。腰泣くなよ。阿部ちゃんどうですか？いや、そうですね、いろんなこと挑戦しましたね。いや、挑戦しましたね結構大丈夫いろんなこと挑戦しましたね、スノーマンで。そうですね、はい、うん、これから多分バラエティとかもしかしたら冠番組とかもらえるかもしれないけど、そういう時の糧になるかなって思いました、うん、そうですね、自分たちがレベルアップできる、できた場所でもありますからね、うん、岩本さんどうですか？いや、まあそうですね、俺はなんかお化け屋敷入れられたりとか、はい、いろいろありましたけどでもなんか本当にこのね、スノーマンのわがままなところを本当に愛あるスタッフさんたちがいろいろ編集してくれたりとかっていうのもそうですし、まあ自分たちの力だけじゃ全然ね、面白いようにも、なんかかっこいいようにもならなかったところを本当に支えてくださったね、本当皆さんがいてくれたから、なんか毎週楽しみにしてくれてる人たちに、僕たちのなんか少しでもなんかその面白さだったりとかかっこよさだったりとか、その部分っていうのをね、こう1年以上100本以上やらせてもらったってことは本当にありがたいなってことも感じてますし、まあ人はね、どんだけ小さいことでも成長できるんだなっていうのをね、僕は改めて学ばせてもらったんで、まあね、どんな年齢関係なしにいろんなことにね、挑戦していってほしいなって、僕たちももちろん挑戦していきますけど、はい、まあ、そうなってくれたら嬉しいなと思います。はい、いや、素晴らしいですね。確かにこう、YouTube でね、いろいろ、まあ、僕たち100本以上ですか、ね、やらせていただきましたけど、すげえよ、100本以上。それの、正直、1本目と、うん、今って、多分その、SnowMan の関係性だったりとか、本当になんか身近に SnowMan を感じてもらえるきっかけになったこう、YouTube だし、うん、それこそ、まあ、メメとコウジとラウールと、ほんとね、なんかその新しい風が入ってきてからの、またこう、なんだろうね、自分たちのその強みだったりとか関係性をこう YouTube さんで、正直僕は YouTube さんのおかげでこの仲の良さだったりとか、パフォーマンスのね、レベルアップのきっかけだったりとか、知ってもらえるきっかけになったと思うので、ほんとにこの YouTube
をね、YouTube やって本当に良かったなって思ってるなぁと。コジ大丈夫？うん。眠い？大丈夫。大丈夫？うん。いい話。泣いてる？泣いてる？泣いてる？乾燥してる。乾燥してる。まあでも本当実際そうです、 YouTube のおかげで僕たちこうね、SnowMan を知ってもらうきっかけがたくさん増えたので、まあ本当にまあ今回でね、僕たちはジャニーズジュニアチャンネルを卒業ですが、きっとね、なんかまあこの YouTube 出たことは絶対僕たちの力になれますし、今後の糧にして頑張っていきたいなと思いますので、これからもSnowManの応援をよろしくお願いします。じゃあ最後にいつもので締めさせていただきたいなと。いつも通りなんか終わった方が俺はいいかな。楽しく行こうぜ。楽しく行きましょう。じゃあいつも通り岩さんお願いします。これからもSnowManのことよろしくお願いします。以上SnowManでした。バイ。あ始まる前に始まってるよ。水曜日をね、引き継いでくれるグループにこうバトンタッチしに行くたびに今ここに集まっております。やばいね。SnowMan 単独のオフィシャルチャンネルを開設することを決定いたしました。イエーイ、ありがとうございます。オープンするのはですね、12月25日もう午前4時、 DD のミュージックビデオをアップします。そしてですね、まずはこの後チャンネルをプレオープンいたしますので、この動画を見終わったらそのチャンネル登録をお願いします。なるほど、よろしく。通知をね、オンにしていただいて12月25日の本オープンをお待ちください。よろしく、よろしくお願いします。チャンネルの URL はですね、動画の説明欄にリンクが追加されるそうですので、見つけられないっていう方はそちらからぜひ登録してください。お願いします。優しい、優しい。まず最初 DD、 まず DD ですね。みんな午前4時よ、起きれるかい？そうだ、起きれるかい？起きれるかい？僕は無理だ。でも俺 DD があったら起きられる。あ、 DD があったら起きれる。あ、じゃあ多分みんなもきっと DD があったら、まあでもそのアーティストチャンネルに行くからといって、こうダンス動画ばっかりとか、なんかそういうことはしません。僕たちはやっぱ自分たちのこう良さって、まあ自分で言うのなんだけど、良さであるこう阿部ちゃん先生だったりとか、バラエティーの方もね、あのどんどんねやっていきたいなと思います。まださ、食べれてない人いるからね。あ、そうだよ、あの企画もやんなきゃ、あの企画もやんなきゃ。これは続けたい、これ続けたいですよ。今シリーズもまた佐久間のゴールゲームやんないか。あ、おなんかいつまでか俺の企画になってそう、まあでもやっぱね、ジャニーズジュニアチャンネルとはまたちょっと一味違ったスノーマンをね、皆さんに見せれたらいいなと思いますので、ぜひね、あの登録のほどよろしくお願いいたします。今後ともスノーマンの応援のほどよろしくお願いします。お願いします。以上スノーマンでした。バイバーイ。よろしく。このおやさんも神様です。我が名は神。怒られるぞ。結ぶってことは縁結び的な。そうじゃ。シシ神様、さーん、首をお返しします。首あんじゃん。首じゃん。すいませんでした。